南鎮は、韓国全羅南道木浦市出身の歌手、俳優である。同世代のライサオジと共に1970年代に一時代を築いた。南鎮は、木浦日報の出版社であった、父キムムンオクと、母ジャンギスンカンで次男として生まれた。子供の頃は、父のおかげで、木浦で、最高の金持ちと呼ばれるほど、かなり豊富に育った。南賃は、 父のように正解に興味を持つよりも人気のある俳優になりたいという夢を持っていた。以後、木浦高校を卒業して上京した。子供の頃から俳優の夢を持っていた南鎮は、関与演劇映画学科に入学した。1958年、木浦副業小学校卒業1961年、木浦中学校卒業1964年、木浦高校を 卒業1965年にデビュー。デビュー当初は、ポップ歌手であったが、デビュー直後に、トロットに転校し1967年に、胸板区が、大ヒット。2年後に、TBC 放送歌謡大賞を受賞する。また、この歌は1977年に、リシュゲアイが、日本で、カスマプゲとして日本語で歌いヒットした。しかし、 1968年に海兵隊に入隊しベトナム戦争へ参戦。除隊後1973年を起点に、君を変わらないで、心が綺麗でなければ、あなたと一緒にが立て続きに大ヒットを記録。この時からライサオジとの強力なライバル関係を構築する。60年代後半から70年代後半までの韓国歌謡界の最高人気歌手として君臨する。 1976年には、歌手のユン・ボクフィと結婚するも半年後に離婚。結婚後、アメリカへ移住し歌手活動を一時中断させる。1983年に帰国し、活動を再開。1993年に、再びヒットを飛ばし、その後も安定した人気を誇る。2000年から2004年までは、韓国芸能協会理事長。 2006年から2008年まで復活した大韓歌手協会の初代会長を務める。2009年には、チャン・ユン・ジョンとのデュエット曲を発表し話題になる。ナム・ジーン・ンチャン・ユン・ジョン、30歳年の差デュエット。ありがとうございます。